やっぱり検査をした方がいいなと思います。それと組み合わせてね、もうちょっと本当に安全性を考えるんだったら、うん、ワクチンを打ちつつ、やっぱりその直前の検査の結果っていうのもちゃんと提示させるっていうような感じにしないと、うん、あの野放しにしちゃうとね、うん、やっぱり撒き散らしちゃいますね。特に目に見えないし、でそうなってくると今度また気が緩むと思うんですよ。あ、そうですね。あの今まで方法がないからみんなソーシャルディスタンス取って、うん、ハンドサニタイザー使ってマスクしてってやったのが、うん、緩むとね、結局そこのところでブワッてまた広がっていく原因になるから、うん、基本的なことっていうのはワクチン云々だけではないと思いますね。あ、じゃあそのちょっとね、周知事が述べたその陰性証明でワクチン、あ、ごめんなさい、ワクチンの証明があればね、あのもう14時間隔離なしっていうのはちょっとまだ気が早い話っていう感じはもう受けるっていう感じですね。生産が僕はそう思いますね。やっぱり陰性検査の結果っていうのも一緒に提示が必要になってくると思う。あ、なるほど、の方がいいなと思いますね。あります。でそのもう最後の質問ですけど、で、まあその陰性証明ワクチンが出てきて、あのまあもう最後にあの観光業もハワイでをね再開したいっていう人々が多いと思います。特に日本からも来たいっていう人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、どうですか、今の段階でワクチンが出てきて徐々にまあね、あの8月夏休みぐらいまでにはきっと一般の方にもね渡ってくると思いますが、あのどうでしょうか、観光業は復活してい行く可能性、見通しがありますでしょうか。観光業 の、はい、あの、まあ、ツーリストのナンバーっていうのは多分増えてくるでしょうね。で今まで以前 の、 その同じような感じで観光業が盛り上がっていくかっていうのはちょっと僕は分からないですけれども、ただ現状よりもあの数は増えてくるだろうし、あの復活はしてくると思うんですよね。あの治療方法があって、うん、で検査方法があって、うん、で予防方法があってっていう風になったら、うん、新しい形でね、やっぱりこう距離取りながらとか、うん、もうちょっと今までのよりはアレンジされたような形になると思いますけれども、うん、やっぱりみんなこう元に戻ってくるんじゃないかなっていう風に思うんですよね、うん、戻ろうとするんじゃないかなって思います。実際僕今ワイキキで働いてて、すごくねツーリストの方増えてるんですよ、うん、あの日本からの方もたまにお見かけしますけど、うん、中国の方だったりとか、あとはカナダとかアメリカ本土とか、他の国の方々だったりとかね、うん、そういう方々も来始めてるので、うん、あとはまあ日本の方ってすごく慎重になりますからね。今日本は海外からのね、渡米者を今鎖国状態で、ね、そうですね。それ僕まあそうなっても仕方ないと思いますよ、うん、新しいのが出てきちゃってる以上はね、うんうん、でも、まあ、対処方法がしっかりしてくれば、おそらくハワイにまた戻ってきたいとか、うん、そういう方もたくさんいますし、うん、また観光業だったりとかレストラン業だったりとかで接客業も増えてくるでしょうし、うん、いろんな形の可能性はこれからまた増えていくんでしょうね。じゃあもう撤廃されて、日本の方もその鎖国撤廃されて、ハワイの方にもこれって日本、ハワイから日本に帰る時も14時間隔離がなしの日も、その半、まあ、夏休みぐらいまでには撤廃されて普通に来れるようになれるっていう可能性もありますかね。そうですね。あとね、うん、もうなんかね違った方法でハワイに人がたくさん来ないかなって。どういった方法ですかね。今メインランドから来てる方でね、はい、結構いらっしゃるのがアマゾンだったりとか、はい、あとまあその大手の会社ですよね、 Google だったりとかね、うん、Apple だったりとか、うん、要はリモートで仕事ができるような人たちが、うん、メインランドからハワイに来てて、うん、でワークフロムホームでね、ハワイの生活をエンジョイしながら自分のペースで仕事してるっていうような人たちが結構いらっしゃるんですよ。だから、まあ、それ日本人だけ、日本人じゃなくてアメリカの方だけじゃないんですけども、うん、そういうような日本の方なんかもね、うん、増えてきたら、まあ、そういうスタイルが定着してきたら、多分日本の方もこっちに長期で、例えば2ヶ月、3ヶ月でコンドミニアム借りてとか。ああ、いいですね、そういうのね。普通にこう今までみたいにトンボ帰りみたいな、ああいうツアーのスタイルではなくてね、もうちょっとこう
リラックスしたような、あ、まあ、セミロングステイみたいな、そんなような感じで仕事もしながらこっちでやってって言って、だんだんこう移住に向かっていくような、あ、 そういうようなシフトしていくような形なんかもありなんじゃないかな。そうですね、それでハワイに来られたい方もね、あの多くなればいいですし、うん、あので望んでる方もねいらっしゃると思いますね、うん、まあ、そうなるとまあちょっと短く短いスパンでいつも通りっていうのはまだまだ先になる見通しもあるってことですかね。まあそうでしょうねただ今回のことも本当に今これからだんだんこう回復に向かっていく段階だからね、うん、まだまだちょっと慎重になるところもありますけど、うん、早く展開するようになったらきっと加速するでしょうね。あ、うん、まあ、それはこれから見ものですね。ズバリ生産、まあちょっとね、セイさんもそ、ね、霊能者さんとかじゃないから分かんないと思うんですけど、ズバリいつも通り短期でも日本人がちょっとずつでも見られるようになるのは何ヶ月後ですかね。予想です、あのもう当たんないと思いますが、予想もいつだいでも思うと思います。9月10月とかね。あ、9月10月ですかね。でも来年の1月になってるともう随分状況変わってるんじゃないかなって僕は思いますけどね。でもやっぱり9月ぐらいじゃないかなと思いますよ。9月10月ぐらいじゃないかなと思いますね。だからもう本当にそれまでというかね、うん、皆さん変わらずに手洗いうがい、うん、あのソーシャルディスタンス、うん、あともこういうとにかく清潔にするっていうことを忘れないようにして、うん、で健康免疫力を高めるような生活していただいてね、健康に過ごしていただいたら、あのもっと早い段階でも、でこれからも、まあ、いろんな状況を継続していけるんじゃないかなと思いますけどね。大変貴重な話ありがとうございます、うん、何か大丈夫ですか。じゃあ、あの今日はね、あの貴重なお話ありがとうございます。本当観光客の方もハワイに住んでる皆さん見てくれているので、あのぜひ今日のね、あの誠司さんのメッセージを参考にしていただいて、これからの生活に皆さん役に立てていただければと思いますし、誠司さんの方ももしハワイにいらっしゃる方、ね、いれば、ね、あの下に誠司さんの、ね、情報を載せておきますので連絡してあげてください。あの何でも質問かて答えてくれたりしてくれますよね。あのおそらくね。まあ、どういうします。じゃあ、 以上です。本当に今日は皆さん見てくれてありがとうございました。誠司さんもどうもありがとうございました。ありがとうございます。マハロー。マハロー。カワイハワイツアーでは Facebook、Instagram、Twitter、アメブロをやっていますのでフォローをお願いいたします。詳細は下記のリンクから飛んでください。以上、カワイハワイツアーでした。